こんにちは。まだちょっと緊急事態宣言中で登山の動画全然アップできてなくて申し訳ないんですけど、今日は久々の動画でちょっとレビューになるんですけど、今回はカメラでもなくて三脚でもなくて、この雲台っていうちょっとニッチなすごい話題になってしまうんですけど、ただカメラ好きの方にはすごくおすすめしたい商品なので、まあ、ぜひ気になる方は見ていただければなと思います。ちなみに今回この雲台はレオフォトさんからのご提供品にはなるんですけど、ただいつもとちょっと違うのが、基本的にレビューとかは企業さんからお願いされて、それをいいなと思ったらレビューしてみるみたいな形が多いんですけど、今回だけはどうしてもこれちょっと使ってみたくって、自分からレビューするのでこれご提供いただけないですかって言って、こういう形でレビューさせていただいてるっていう形なので、まあ、なのでそんだけ個人的におすすめしたい商品っていうことが伝わればなと思います。で、今回レビューするこの雲台、今まで僕が使ってきたのと何が違うかっていうと、もう簡単に言ってしまうと、素早く取り付けることができて、しかもしっかり固定できるっていうのがこれの最大のメリット、もうそれにつきますね。まあ、つまりどういうことかっていうのをお見せした方が早いと思うんで、今ちょっともう試しちゃいますけど、これ今カメラがあるんで、これをこうやって、はい、これだけでもう固定が完了です。一瞬ですよね。で、しかもしっかり固定ができて、なおかつこれで一瞬で外せるっていう、まあ、これですね。もうここだけ見てもらっただけでもこれがすごくいいなっていうのが分かってもらえたと思うんですけど、この機能が欲しくって僕は今回お願いしてちょっとレビューさせていただいてます。まあ、ちなみに僕がなんでこの雲台をここまで欲しかったかっていうと、まあ、僕の動画見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、山と人が歩いてる姿みたいなのを撮るときに三脚を置いて、でカメラセットして動画回して、で自分が歩いてみたいな撮影をするんですけど、それがまあ1回の登山で 1,2 回とかならね、別にそんなに苦にならないと思うんですけど、それを何回かしてると結構それでタイムロスだとか時間がちょっとかかっちゃうので、まあ、前々からその時間を少しでも短くしたいなっていうことで、それをするにはどうするかみたいなことをずっと工夫してたりはしてたんですけど、でもともとこういう雲台使ってたんですけど、まあ、こういう雲台とかだと固定するときにここを回さないといけないじゃないですか。これが、まあ、たった多分10秒ぐらいとかの手間なんですけど、意外とこれが何回も何回もやってるとすごい時間ロスにつながったり、なおかつこれってこうやって回したつもりでもちょっと急いでたりすると意外と緩くてしっかり固定できてなかったみたいなことないですか。で、あとはこの回すタイプだと夏とか別に手袋してない時はいいんですけど、冬とかすごい分厚い手袋してる時とか、これ回すのがちょっと難しかったり回しにくかったりするっていうことがあったんで、なので素早く固定できて、なおかつしっかり固定できて、で手袋とかはめてても簡単に固定できる雲台っていうのが探してて、でレオフォトさんのホームページ見てたらこれだと思って今回これを使わせていただいてますという感じで、まあもうこんだけでこの雲台がいいなっていうのは分かってもらえたと思うんですけど、まあそれだけだとちょっと物足りないので細かく見ていくと、まずこのネジ、三脚の固定部のネジは2つついてて、こっち側にあるのだと左右が動くようになってて、でこっちの右側にあるのがこの自由雲台の動かすののロックと解除になってます。このネジもすごくよくって、こうやって手袋はめてても簡単に回せるような仕組みになってるし、あとこの回す回転数もそんなに多くないのですぐ固定できるんですよね。すぐ解除できてすぐ固定できる。こっちも一緒で手袋しててもやりやすいし、なおかつすぐ解除できてすぐロックできるので、まあ、ここもねレオフォトさんのすごいいいところなんじゃないかなと思います。で作りもしっかりしてるし、で一応この雲台の上には水平が分かるように、まあ、山とかだとねまっすぐじゃないところすごい多いので、まあ、こういうのがあるのもすごい助かるなと思います。でまあ詳細なスペックを言うと、まあ、これ今レオフォトの LH30LR っていう雲台が入ってた箱になるんですけど、まあ、ここにスペック書いてあるんですけど見えないと思うんで、ちょっとここら辺に簡単にスペック載せとこうと思うんですけど、まあ、重量はこちらの雲台だけで 345g で、載せれるのが 15kg までになっているので、大体のというか、まあ、ほとんどのカメラは問題なく載せてもしっかり固定できるのかなと思います。本当はもっとがっつり登山で使ってからレビューしたかったんですけど、ちょっと今コロナの状況でなかなか山に行けずってことで、
まだしっかりは試してないんですけど、近場のちょっと低山で試した感じだと、本当にやっぱり素早く固定できて、しかもしっかりロックが固定できるんで、今までちょっと緩んでないかなみたいな心配はなくなって、素早く設置できて、で素早く撤収できるみたいなのが、時間ロスが少なくなったなと思います。まあ、いいところばっかり言ってきましたけど、まあ、気になる点についても少し言っておくと、ここのさっき右のつまみのところが、ちょっとこういう風に前かがみで撮影したいときに、これだとここが当たっちゃうんですよね。当たってしっかり固定できなくなっちゃうんで、わざわざこうやってここが当たらないように回して、でそれから固定するっていう手間がいるので、結構急いでる時とかに割とここが引っかかっちゃって、あ、当たるからこっちも変えないとってなって、それでちょっと手間取るっていうことが時々ありました。まあこれは当たらないようにここ回してやれば解決する問題ですし、まあ、それ以上にこのロックのしやすさがメリットが強いと思うんで、まあ、そこは時々ちょっと当たってしまって気になるのはあるんですけど、まあ、注意して使えば問題ないかなと思います。まあ、気になるのは本当そのぐらいで、あとはすごくいいなと思ってます。はい、急遽後日撮り直したこれ映像になるんですけど、ここが前かがみすると当たっちゃう件についてメーカーさんの方からご連絡いただきまして、ここが伸ばせるようになってるとが分かりますかね。伸ばせるようになってるんですけど、これで何ができるかっていうと、これを伸ばしながら回すことで締め止まりの位置を調整できるらしく、なので、まあ、例えばもともとこうやって、まあ、最初はこんぐらいだったんで、こういう前かがみになってるとこの位置から回すんで、どうしても締める時に当たっちゃうんですけど、例えばこれをあらかじめもうちょっと奥にしといて、でここで固定して、そうすれば前かがみにしても締まる位置がここまで当たる前にしっかり締めれるようになるので、まあ、これで干渉してしまうっていう点を改善できるっていうふうにご連絡いただいて、今ご紹介してるんですけど、まあ、しっかりね、この当たることについても考えて作ってあるのが、さすがレオフォトさんだなと思いました。ちなみにレオフォトさんのすごくいいところは、この雲台でセットだけじゃなくて、この上のこの固定する部分だけでも売ってて、これ単体だけなら1万円ぐらいで、だいぶお安く購入できて、でレオフォトの雲台にはどれでも付けられるようになってるみたいなので、レオフォトの雲台持ってて、ここだけ交換したいなっていう方は、リンク載せておくので、こっちだけ購入して、ここだけ自分で交換するっていうのもすごくありなんじゃないかなと思います。そこら辺もね、すごく考えられてていいなと思うんですけど、ちなみに僕が気に入ってよく使ってる、さっきもお見せしたんですけど、 LH25 っていう小型の雲台、これとここを交換してみたいなと思うんですけど、もう本当に簡単で、この上の部分のネジを回してやるだけでこんな風に簡単に取れるので、まあ、ちょっと硬いんですけどね、最初は。この雲台もちょっと外しますね。でこっちもここに穴があるんで、これも外していきたいと思います。はい、っていう感じでこっちのも取り外せました。でこれ単体でも売ってるっていうことですね。じゃあこれをさっきの小型の方の雲台に取り付けていきたいなと思います。取り付けも全然簡単で、こういう風に合わせて、はい、っていう感じで、こんな感じで LH25 の方の雲台にも取り付けることができました。はい、というような感じで、レオフォトの雲台もともと持っていれば簡単にこうやって取り付け可能なので、このクランプだけ購入するのもすごくありなんじゃないかなと思います。ちなみに注意点もう一つ言い忘れてたんですけど、これアルカスイス互換のプレートを固定できるようになってるんですけど、まあ、カメラ好きの方はご存知だと思うんですけど、アルカスイス互換でも結構そのプレートによって若干大きさが変わったりすると思うので、カメラ何台もお持ちで、でそのアルカスイス互換のプレートをそのカメラごとに違う種類使ってたりする方は、ちょっとこの雲台だとそのプレートごとにズレが出ちゃうので、そこはちょっと注意していただきたいなと思うんですけど、アルカスイス互換のプレートを全部同じにしてもらえれば、カメラとかプレートをここにアルカスイス互換のプレートをセットしてもらって、でここで広くしたり狭くしたり、こういう風にできるんで、まあ、それで調整してもらえればなと思います。はい、というような感じで、まあ、ちょっとニッチな話題になったんですけど、カメラ好きには本当におすすめしたい商品だなと思うので、リンク貼っておくので、気になる方はそちらから
飛んで見ていただければなと思います。まあ、コロナでちょっと全然山の動画アップできてないんですけど、また落ち着いたらこの雲台持って行っていろんな山の動画アップしていきたいなと思うので、その時はまた見ていただければなと思います。じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。